はい。ひとつきまんさしです。今日はですね、目標を立て、計画をしていき、そして選択をして進んでいくっていうのは全て無駄ということで、えー、一体じゃあどうすればいいのかっていうことをですね、東京大学の安富さんとですね、話をしていきたいというふうに思っています。まあこれは主にですね、安富さんが研究された複雑性科学、非線形科学、で、そこに経済学者としての安富さんの、まあ知識を入れて、募記会計、会計の知識も入れて、じゃあこういう社会の中で、 どういうふうに生きていけばいいのか、そういうところを話をしていきたいというふうに思っています。まあ、この動画を見るとですね、まあ、こういう、もう菅さんになっていろいろ大変ですよね。この動画、まあ、安倍さんの頃から大変ですけども、そういうところからどういうふうに我々生き延びていけばいいのかっていうことをわかるようになっていますので、よろしければ見ていただけると幸いです。それでは、スタート。いやー、おかげさまで、安住さん。複雑さを生きるのですね、はいえー、複雑さを生きるための募記会計、申し込み3等。ええ ありがたいことです。ね、ありがたいことです。本当にパ。パオンですよね。<laughs> パオン。パオンギャースって、これもう、安富さんと私の間にしか伝わらないネタだから、<laughs> そういうこと言わないの。<laughs> いや、まあ、あのー、これ本当にですね、皆さんまず本当にお申し込みたくさんいただきまして、ありがとうございます。思わずですね、9月末までのキャンペーンをですね、あの10月5日まで伸ばしてしまったくらい、うん、えなんですけど、まあ、ちょっとね、皆さんか,かなり興味を持たれているので、 改めて複雑さを生きるための募記会計という動画の価値をですね、あの伝えていきたいなっていうふうに思っているのと、えー、この複雑さを生きるための募記会計っていうのをですね、は、あの今2時間だけなんですけども、ね、あの進化する特典なので、えー、さらに増えていく可能性もあるよっていうことをちょっと話をしていきたいなと思っています。はいはい。えー、さんよろしくお願いします。はい。まずね、この複雑さを生きるっていうのは、 どういうことなのかっていうとですね。うん、ま、計画制御っていうのは基本的にできないんだと。ね。えー、かっちり目標を決めて、そこに向かってガッ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 って計画していけばうまくいく。ね。あとはその計画を実行するかどうかの問題だのは昔私こう思っていましたよ。<laughs> ね。思ってたろう。落ちた、ちた,ちた。昔、昔思ってた。どっからそう考えてたんでしょうね。はい、うん。私の場合はですね、えー、社会人になってからかな。はいはいはい。社会人になってから、 目標、売上目標という概念が入ってきてですね。ええー。で、それに対してどう計画、to do をつけるかっていうのが入ってきて、で、私の場合その通りやったらできちゃったっていう、えー。はあ,りましたあ。でもそれは別に計画を、がうまくいったのではなくて、計画を無理やり実現したりすぎるじゃないですか。はい、そうです。ないですか。気合と根性。 睡眠時間が1、うん、1> 3時間。それ、それ、計画関係ないよね。うん、そうです。まあ、要するに重要だったの、後から気づいたんですけど、<laughs> これは計画ではなくて、気合と根性とか大事ですよねう。<laughs> そ,うそうそうそう。はい。そうです。計画で。で、あの、計画と称するものは、気合と根性を引き出す力はあるよね。そうですね。あの、菅首相の、あの、言葉、意志あれば道は開ける。<laughs> <laughs> <laughs> 根性あれば岩砕くってことです <laughs>。計画あ、計画あれば気合が入る。そうです。 気合があれば根性が出て道は開けるみたいなさ。はい、そんな感じ,そんな感じ本当にだけど、うんえっと、それは結局さ、うん、何かを実現するんじゃなくて、うん、あの問題をどっかに吐き出したりとかさ、うん、無理やり作り出したりしてるだけでしょ、その結果を。そうですまあもっとわかりやすく言うと、ゴリ押ししてるだけう,うん、うん、だからあのサラリーマン用語でさ。うん。 あの数字を作るっていうことはあるんですか,あ,かしいありますありますうん私もたくさん数字を作っておりました <laughs> はい,懐かしい、ね、あれすごいなと思うんですけど、うん、数字を作るそれ,それなりのベテランやから数字は作ってくるんですよみたいなことうんうん、うんうん、そうそうそう言うやけどあれ怖い言葉やなと思って、うん、や仕事はしてへんって意味じゃないですかうん、うん、それ数字を作るいや で計画を立てるとですね、うん、いわゆる計画を立てると、うん、人々がやるのは、うん、計画を実行するんでゃなくて、うん、数字を作ってくるんですよね。うんうんうん、いやー、やだね、本当に。ほ <laughs> やだやだ。<laughs> あなんていうそれあかんよね。うん、本当に、意味ないっす、そんなのは。<ー> いやまあ、でも、本当その通りですよ、でもなんであんなに数字を作るっていうのはみんな好きなんですかね。ねえ。すごいかあ、なんていうか、あのんなんていうの、その数字を作るっていう言葉は、うん、なんていうのかな、重みがありますね。重み、まあ、実際のところ、そしてキャッシュを持ってこないと、まあ、会社潰れるからね。はい,はい,はい、はい、そういう意味では、その大変ヒリヒリする。 感じではありますよ、うん。どや、どや感がありますよね。もう、もう、営業マン時代、どや顔しかしたことはなかったよ。俺 <laughs> ら数字作ってきた。俺ら数字作ってきた。俺ら数字作ってきた <laughs> って思って。毎月もう4年ぐらいトップセルスやったから、どのいどねえもでやろうっ,って、あの、やってたよ、俺は。<laughs> どやーっていう感じがするね。数字を作ったね、みたいな。<laughs> うんうん、作ったよー、みたいな。もう、いや、これ、でも、 まあでもさ、その、まあちなみにですね、<laughs> でそれで私は年収1200万から1500万くらいいったんですけど、4年3年目でね、新卒。でもじゃあ私が辞めてどうなったかっていうとですね、あの、その会社潰れたんですよ。ええー。どれだけご利用して進んでたんやっていう話がわかりますよね、それって。<laughs> それ組織の成長、本来さ、 会社が成長するっていう目的に立つのであればですね、一人が抜けただけで、ボカンって潰れるっておかしいんですよ。おかしいよね。<laughs> 仮にも、私はその社長と二人で始めたその会社をですね、4年間でバイトとかもいると3、40人の会社にしたんですよ。お<ー>で、それで、私がピッて抜けたら、ぐちゃって潰れるってね。<laughs> どんだけマッチポンプで持たしとったよ、ね。そう,そう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 。これだけご利用して進んどってんっていう話だから、これ意味ないじゃん。 いうあのだからね、住友銀行でね、うん、住友銀行の時だから住友銀行の時の経験がやっぱりすごい面白いんですけど、はい、そのアーチ100作戦っていうのがあったんですよ。なんすかそれ、アーチ100作戦 <laughs> <laughs> 何、アーチ 100? その住友銀行100周年、うん、まであ,、ね、あと5年かなんかだったんですよね、そのさ0 0周年の時き住友銀行はこうなっているみたいな。 それは何かって、ビス規制をクリアしてるってことだけなんですけど。なるほど、なるほど、はいはいはい。その時バーゼル2バーゼル1ですか。1か、まだ。なるほど。それで、そのそそののための計画がですね、アーチ100作戦だったう。でそれはだから、のニューヨークに上場して資金調達とかさ。 当然、日本でも上場して、新規株式発行してとか、それで自己資本強化っていうんやけど、でも基本は、長期格式の劇的増加による黒字の飛躍的拡大で自己資本を増やすっていうアホな話や。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> むせてしまうぐらい受けるな <laughs>、なるほど。バーゼルっていうことは、ワンってことは1992年だと思うので、えーうん、安富さんがそれをやってた頃っていうのは1987年ぐらい,いよ、ね。そうですね。うん、7年。そう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 。要するに自己資本比率を8%以上にしないとダメですよっていうやつですよね。そうそうそう。で、その時3%とかだったんですよ、うん、日本の時って。いいじゃん、別に3%でって思うけど、まあそういうふうに規制があったからね。そうそうそう でそれを要するに長期貸付金を増やしまくって、その利息で黒字比率を上げて、自己資本比率を上げるっていうふうに思ってたのそう、もう、それはバブル崩壊して仕方ないなと思った、その話聞いて、<laughs> もうそれ、気狂ってる、ね、もうあ意味不明なこと言ってるやつ、それ、<laughs> やっかんでそれ、さ、投資したらいいだけやん、いや、なんでく黒字でやろうとしたんや無茶でしょ、うん,なんでえ、かなり不思議ですよね。 それ、うん、なんでそんなことしたんいや、気狂ったんでしょうね。あーまあでも住友銀行やからなっていうので、それ納得するんやけど、あ、うん、あのー、まあ、やっぱり当時の貸付競争とか異常だったからね、それを止めるわけにはいかんっていう思いはあっただろう、うん、いや、貸付競争始まったのそれのせいですよ。うん、ああ、まあでもそうか。いやー、間違いなくそりゃそうなるよ。うんうん で、まあ、それでそのアーチ100作戦が始まったわうん。これで何せってって、うん、その、なんかあの、地点ごとのさ、うん、長期貸金の増加額を従来の10倍にしろみたいな話なわけです。<笑><笑>狂ってる <laughs> 狂ってるやばいはぁみたいな感じで。いや、それバブル起きるわ、それは。もう。 これどうすんねんとか言って、それでみんなだから、なんか、どうすんねんみたいな感じで言ってる時に、誰かがだから、不動産屋にさ、たくちゃ金貸して、地上げしてみたいなプロジェクトを取ってくるわけですよ。それくらいしかやれることないでしょ。それで今まではそれは通らなかったんですよ、本店の審査はそんなものは。いや、それは通らないよ。通しちゃだめだもん。 それは通るんで、す通るようにあっ、これしたらいいのみたいなことになって、<laughs> いやいやいや <laughs>、これしたらいいのじゃないでしょ。ほいで、そのなんかあの、ぐわってあちこちからさ、町金とか、ややこしい金融機関がいっぱい金借りて、<う>でも不動産抱えぼかまくってるやばい不動産屋とかを、新規に見つけてきて。おうおううん 全部肩代わりするとか。うん、なるほど、ね、やり出したわけですね。おお、うん、さん一気に100億とかできるんですよ。うん、すっげえな、みたいなことあって。<laughs> すっげえよ、そりゃ。<laughs> すっげえよ、確かにすごいわ、それは。これでみんなだから死に物狂いで走り回ってる。うん。なんか新宿支店では1日で100億やったらしいぞ、みたいな話で。<laughs> いや、それはね、何が、皆さんに伝えて何が起きるかっていうと、住友銀行が貸付金を10倍にするっていうふうに言うとですね、うん、まあそれだけ無茶な融資をしなきゃダメになるわけですよね。うん、で無茶な融資をするためには、安住さんが今言われたような、あの、ことをしないとダメで、そうすると、まあ、あれこんなん今まで金貸してくれんかったのに、これでええのっていうふうに土地とか不動産さんが思うとですね、うん、まあ当然価格は上がっていきますわな。 すごい勢いで上がってくるんです。それで,そので、私はその時思ったのはさ、うん、いや、バーゼルって、うんで、自己資本比率を高くするっていうことは、うん、銀行のね、うん、経営の安定性を高めようっていう話なんです、ね、そうですね、一応そういう話です。建前で,うん、で、そうじゃなかったら、その不安定な銀行は国際金融できませんよっていう話なわけだから。 こんなことして8%でいったら不安定になるやん。うん。なんか、あれですね。いわゆる、あの、不安定な状態での8%。要するに、規模がすっごいでっかい状態での8%と、うん、あの、規模がそんなに大きくないけど、筋肉質な経営で8%以上なのとですね、どっちの方がいいかっていうそう,そう,そう,そうそ安定という観点で言えば、後者に決まってる。うん。うん、だから、当然ですけど、うん、その時点で目指すべきだったのは、うん 住友銀行を切り刻んで、8%のコアだけ作って、他は全部子会社にしちゃえばよかったわけですよね、国内向けの、それで終わりなわけですあ要するに住友国際銀行っていうのを8%以上のコアな部分にして、ほはなんか住友銀行本体でもいいと思うよ、住友長期不動産とかさ、なんかそういういくつかの会社を作って、そこに全部移してもいいじゃないですか。確かに もうそれしたら、その銀行間同士のさ、うん、あの総資産争いに負けるわけです、うん、負けますね。それも勝ちたい。<laughs> なるほど。リスク性も超えたい。うん、で、アーチ100作戦が始まったわけです。なるほど、アクセスを入れつつ、あのブレーキも全開みたいな感じですね、それ <laughs> <こう笑>意味がわからない。<laughs> そ,れでそのその計画実現のためにみんながですね、数字を作り始めたわけ。いや、怖いわー、もう。あれあれっという間に、すごい勢いで黒字が拡大していって,ってうん。ほんまに儲かんねえな。ほんまに8%いくな、これ、みたいな感じで。うん,うんうん。いやー、すいません、やめますって言って、私が辞めてるで <laughs> そうやで、辞めたね。辞めたんいつやったっけ <laughs> ?88 年ですね。88年か。うんうんうん。 なるほどなでしばらくしたらですねバブルが崩壊したんですよ。うんうん、するって、それや。うん、おうでそういうときにあの計画してあかんねって。<laughs> でもさ、その話だとね、あの <laughs> 私のエピソードと泰富さんのエピソードやったらさ、それは計画そのものの概念が悪いのではない、えー、目標の立て方が悪かっただけなんだ <laughs> っていう,うまあねなへり屈をこねることもできますよ。あできますね、うん うん。いや、まあ、それは、あまりにもあほやから、ね、<laughs> そうですね。だけど、そのへ理屈をこくためにはですね、完全に、えー、未来を予測、なるべく高い精度でできて、えー、かつ素晴らしい目標を設定できる理性というものが、人間は努力すれば身につけられるんだっていう前提に立たないとダメですよね。はい,はいはい。まあ、まあ、無理でしょ、そんなの。 無理です。無理です、そんなのは <laughs>。それができる人は多分計画なしでもうまくいくと思うという。そうそうそう。<laughs> いないないないいない。いないやろっていう話になりますよね <laughs>。いや、だから、結局、あの、ゴリ押しでね、計画を立てて目標を作ってですよ。目標を作って計画を立ててくんだっていうこのスタイルはですね、え日本経済をもう崩壊させるし、うん、かつ、あの、 個人的にもううまくいかないということですよね。<ー>そのをするから、自殺者がだから毎年1万人増えて、十何年たったから、十数万人殺しちゃいましたよね、<ー>いやもうやめてほしいよ、本当に。あー<ー>いや、だから、の計画通りいかなかったときにさ、あのー、うん、いや、まあ、しょうがないよねっていうふうに思わないじゃん、<laughs> みんな。会社とかでさ。うん ね、そ,うそうそうそう。ね、目標作って、今度なんでならんかって、お前のやり方間違ったんじゃないかとかっていうふうに作。作ってくるわけですよ。そで、それができなかったら、あどうしろちゃんと計画買っただろうみたいなことになるわけで。うん。で、まあ多分それ勉強の時もそうですね、受験勉強の時も。うん。そういうのにこう染み付いているから、おそらく、あの、わからなくなってしまうんですよね。この計画のそのものがダメだという。そうそう でもね、ちゃんとでも対策対象表の意味をちゃんと分かってたらさ、うん、こんなアホな計画立てへんよね。うん、まあ、全く立てないね、本当に。うん、いやー、またはおかしかったんですか、いや、だからまあ、複雑さを生きるっていう考え方っていうのは、<laughs> まずこの第一段階で計画制御っていうのは不可能であると。これをやめた方がいい。うん、じゃあ、どうしたらいいのってみんな多分考えると思うんですよ。ええー。 それはあのドラッカー的に言うと、目の前の状況に対してちゃんとフィードバックしなさいっていうことですよね。フィードバックっていうのは、これ、私の考えではです、ね、福田生一郎を読んだ感想で言うと、計画っていうのがあると、目の前の状況にフィードバックができないと思うんですよ。そうそうそう、うん、できなくなっちゃう。できなくなっちゃいますよね。うん、そこちょっと説明してもらってもよろしいですかでもやらなあかんこと決まってるから、うん、もう数字を作るっていう仕事をしようと思ってるんでさ。うん 数字が作れなかったり、数字が減ったりすることできますか。うん、無理です。無理です。ね<え>。うん。もう必死でた一日、しめ一日、こんだけ、取ったから、あかんね、言ってる時にさ。うん、そこで、なんか、誰かが、なんか、困ってはる人見た、あ、どうしはったんですかって、言えないじゃないですか。<laughs> そうやで。うん。確かに。困ってる客とかいたら、まあ、あのもの、そう、騒ぎにこいってくださいみたいな。<laughs> リアル。<laughs> <laughs> あっちの方がよかっから行ってこいみたいな。あっちの方がいいからっっ <laughs> 確かに。うん、いや、確かにそうやな。うんうん、だからそうもう計画とかあったらダメなんですね。うんまあ、だってね、あのこれよ、例えば皆さんのもうちょっと分かりやすいので言うとですね、夫婦生活を維持するっていう計画とかね。うん、お <laughs> あるいは <laughs>。 結婚するっていう計画があるとですね。いやー、怖いな、やってますけど婚活とか言うてるやんか。<laughs> そうそう。はま、恐ろしそれ自体がやばいやろみたいな。で、そうするとですね、婚、ね、活とかさ、妊娠するっていう計画とか立てたりとか、<laughs> <laughs> やばい。やばい。ばまあ、例えば婚活経営をですね、あのきちんと計画すると何が起きるかっていうとですね、あれ この男の人、なんか変かなとかっていうのが全部見えなくなるってことですよ。そうそれも関係なくなくるよねあれ、この女の人、ちょっとやばくねとかっていうのも全部見えなくなるからーあーやば怖いよー、本当に。で、それが夫婦生活を維持するという目標を持ってで,ですね、きちんと誕生日の時にはお花を買ってくるっていう計画とかを立っててもですね、ね<え>もうすべて、いや、それも崩壊してますよねっていうのがもう見えなくなるという。<laughs> 毎週土曜日は必ずやるとかね。毎週土曜日は家族サービスの日とかっていうふうに計画してたらもう見えないからね。そういうのじゃなくて目の前、あれちょっと機嫌悪いかなどうしたのかなとかさ、あ、今日機嫌いいなどうしたのかなっていうことでちゃんとフィードバックをしていかないと生き残っていけないんです。<laughs> ね。で、あの、それが、あの、複雑さを生きるという考え方で、じゃあそこにそういう考え方に基づくとですね、 複雑さを生きるための簿記会計っていう動画の意味っていうのは何でなのかっていうと、それは、あの、まずその計画制御できないっていう状況っていうのをきちんと分かった上で、じゃあ、そのお金っていうルールで記述した時にどう生き延びていけばいいのか、それが、あの、複雑さを生きるための簿記会計のポイントなんですよ。私はそういうふうに理解をしております。 はい。はいはいまあ、なんで、あの、ぜひね、あの、安富さんと、あの、くざさを生きるのを募会計の無料動画バージョンっていうのは、他にも個何個か撮っているので、ぜひその部分を見てほしいなというふうに思います。うん、安富さんのお手製パワーポイントで紹介をしておりますんでね。そしかしでも、やっぱりね、っと住友銀行の経営陣とかがさ、うん、対策対象表の意味がよく分かってなかったっていうのは、やっぱり衝撃的事実ですよね。うん、まあ、だから、多分それもさ、対策対象表は多分見えていたんだけども、 おそらく、他の銀行との競争に勝つとか、この計画を実行するっていうもののせいで見えなくなったんだろうね、なんか、ビス規制の意味とかさ、ビス規制はだって安定性だからねそのビス規制の背後にアメリカのリアガーダスとか、いろんな問題があるんだけどさ。 こうういうものの本質をつかんで本質的に対応するのではなくてさ、うん、数字に反応したよねみんなね、うん。それはいけませんよっていうことですね。うんはい恐ろしいことです、うん、まあじゃあそれではですねちょっと無料で一部だけ公開をしたいというふうに思います。 はい。まあね、後半また休みさんには登場してもらうんですけども、今日ちょっと重要なポイントっていうのはですね、目標を立てる、計画をする、そして選択をしていくっていうのはこう不可能だということですね。いや、そんなことはないとね、あの、きちんと目標を立てて、計画を立て,て進んでいくのはいいことなんだっていう風な人、まず聞きたいんですけど、コロナが来るって分かってましたね、無理ですよね。で、次に、 きちんと計画を立てればいいっていうふうに思っている人は、住友銀行でも無理だったんですよ。いや、住友銀行よりももっとしっかり頑張ればいい。うん、でもそれもダメだったよねっていうふうに考えていくわけですよね。いや、それよりももっとって、もうそれも事実上不可能ですよ。まあ、ちなみにあの、ラプラスの悪魔並みにですね、すべてのね、計算ができる、計測ができるとかっていうふうになれば、まあできるかもしれないけど、それまあ要するに、うん、 無理ですよね。あの、背を高くしたいというふうに望んでる人はすごく多いとは思いますが、じゃあどうすればいいんですかって背を高くすればいいですって言ってるぐらいですね、それもう効果ねえじゃんっていうことになるので、あのー、目標を立てて計画をして選択をしてね、選んで進んでいくっていうことはこれ不可能なんだっていうことをですね。まあ、あの、例えばね、この安富さんの私が紹介しまくったせいでですね、8年ぶりに、8年経ったのに増殺が続いてですね、なんとね、 木の国や書店で、あの、平積みにもなったというですね、生きるための経済学でも入ってあるんですけども、まあ、無限に選択肢ってありますよね。ね、あの、正しい選択をできるっていうことはですね、あの正しく、あの、選択肢をまずチェックしないとダメですよね。で、その上でその全ての選択肢に対して、この可能性はこうで、ああで,で,でこう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 でって計算する必要があります。ね。 で、そのこと不可能じゃんっていうのが、ま、ここに書いてあることなんですけども。でも人間っていうのはですね、なぜかですね、そういう大前提を置いといて、えー、やりたがるもんなんですよね。だけど、あのー、目標をね、しっかり立てて、計画をするう、そして選択をして選んで進んでいくっていうのはですね、ま、あやっぱうまくいかないです。でね、な、どういうふうにしていけばいいのっていうふうに言うと、目の前の状況に対してきちんと、だからこれ、ね、 あの、きついな。あじゃあ、こうしたらいいかな。まあ、どうしたらいいかなってこういうふうに、こう、どちらかというと、こう、リアルタイムに更新して進んでいく必要がありますよね。で、これが計画を立てるとか目標を立てるっていうのにですね、ものすごく邪魔をするんですよ。ね。だから、あの、絶対にこうするぞっていう決意っていうのはね、まあ、よく立てがちですよね。ね。でも、それのせいでリスクとか、 あるいは、あれ、こっち行くぞ絶対こっち行ったらうまくいくんだ絶対行くぞっていう風にね、例えばこっちだとかって言って考えるじゃないですか。でもここら辺にすっごい落とし穴あったり、ここら辺にね、1000万落ちたかもしんないわけですよ。こういうのが見えなくなっちゃうんですよね。これはね、ものすごく危険なことです。ね、危険だし、もったいない。ね、見えないんだから。ね。 だから、あの、やれることといえばですね、私が最初に安富さんと言いましたけども、ご利用しで突き進んでいくことくらいですから、そういうのはやめましょう。ね。で、そういうのは、あの、昔の日本では、あの、うまくいったのかもしれないんだけども、残念ながらですね、今はそういう状況ではないと。 いうことをですね、学んでほしいなと。目標を立て、計画をしてねい、行くっていうのは、昔は機能したのように見えるかもしれないけど、今の日本では全く役に立ちません。新しい考え方を受け入れると。まあ、それが複雑さを生きるっていうことでもあるんですけどね。じゃあ、次にですね、あの、簿記会計上、ね、この会計について、複雑さを生きるための簿記会計っていうことについて、少し説明をしていきたいというふうに思います。でね、まず簿記会計っていうのを、 なんでそもそも興味を皆さん持たないんでしょうね。これ、すごく大事なことですよ。資本主義の中で生きていく上で、簿記会計を知らないっていうのはですね、まあ道路交通法を知らずに道路歩いてたりですね、運転したりするようなものなんですよ。ね。で、皆さん真面目に、私がすっごい疑問にいつも思うことは、皆さん真面目に仕事をしようという意欲はあるんですよ。だけども、真面目に儲けようっていう意欲を持っている人は、ほっとんど見たことがないです。 社長も含めて、真面目に儲けようっていうふうな人ね。いいですか真面目に仕事をするっていうのと、真面目に儲けるっていうのは全然違うわけなんですよね。でそして、ま、儲けがないと事業が継続できませんよね。だから、真面目に仕事をしようと思えば、真面目に儲けることを考えないと、これは、成り立たないはずなんですよ。でも、日本人の多くは、ね、あの、儲けますっていうふうに言うと、なんか、 ちょっと、ちょっとそういうの。なんか汚いみたいな感じ。ね。汚れの意識っていうのがありますよね。儲けっていうものに対して汚れがあるわけなんですよね。でもじゃあさ、金は汚いものだっていう風に言うから、金なんか稼ぐの嫌だそういうで、で、金なんか稼ぐの嫌だから、ね、給料をもらうような仕事はしたくないっていう人。そいないですよね。ね、どちらかというと日本人って働き者じゃないですか。 働き者だから、あの、きちんとお金のことも考えるんじゃなくて、働き者だけども、お金に関する知識は見ないって、これかなり矛盾してることなんですよね。で、なんでかっていうと、あの、ちゃんと真面目に仕事をしようと思えば、その仕事を継続させるためには、利益がないとダメですよね。だって、あの、0円でずっと働きなさいって言われたら無理でしょ ね、お給料が出て、えー、かつ税金を払って、電気代払って、家賃払っていくためにはね、儲けがないとダメだから、真面目に仕事をしようっていう風に思っている人であればあるほど、真面目に儲けを考えないとダメなんですよ。ね、不思議だと思いませんこれ。 で、どうしてそういうふうになっているのかっていうと、まあ私がね、あの前回のこの会計シリーズの動画で一つ言ったことは、あの儲けに対してですね、どうして考えないのか、どうして募金会計、お金の知識が少ないのか、これは一つは国家のあの都合があると言いました。なんでかっていうとですね、全員が募金会計の知識を持って、儲けって何、お金って何、税金って何っていうことを知ってしまったら、どうなると思いますか納税者意識に目覚めてしまいますよね。 で、さらに、1億2千万人全員がですね、国家の運営に対して、経済的な観点、会計的な観点からも、あの、なんていう無駄を指摘するようになるの。怖くないですか、それ。国家からしたら。今さ、会計上無駄だとか無駄じゃないとかっていうことが、しっかり分かって納税者意識持ってるのって、一切万人といないと思いますよ。ね。 まず税金が高いうわ、こんなに払ってるっていう意識を消費税以外で持ってる人って少ないと思うんですよね。あの、労働者と、じゃなくて経営者はこれ毎年消費税とかね、あの、源泉税とか、あるいは所得税、法人税払うときにうわーって思うんだけども、まあそれですら数としては2、300万人ですからね。で、だからほとんど少ない。いいんですよ。だから1億2000万人全員がね、納税者意識を持ってみてくださいよ。大変なことになりますよ、これは。 ねえ、もう多分政権倒壊、えー、あ崩壊します。で圧倒的に正しく運営されると思います。そんな風になってほしくないからね。なんで、えー、政府っていうのはあんまり納税者意識っていうのを持ってほしくないがゆえに、募金会計の知識を植え付けたくないんだと思うんですよ。だって憲法に勤労と納税義務っていう風に書いてあるのにさ、義務教議で募金書き教えないっておかしくねで商業高校の偏差値が普通かより少ないっておかしくね ね。何から何までおかしくねいうことがですね、あって、で、それはまあ、どちらかと,と社会環境的な理由ですよね。じゃあ、内面的に見て、あの、どうして私たちはお金を、真面目に仕事をしよう、イコール、真面目に儲けを考えよう、になぜならないんだろう。どうしてこうならないんだろう。とこれはね、かなり真剣に考えた方がいいですよ。なんでかっていうと、皆さんが貯金を増やしたい。あるいは、 えー、自分自身が会社を運営しているのであれば、利益を出したいっていう風にね、思っているのであれば、募金会計の知識がなければですね、絶対に増えません。ね。まあ、絶対は言い過ぎ。あの、たまたま増える場合はありますよ。なんでかっていうとですね、利、あの、給料が増えるっていうことはですね、利益が出ているっていうことですよね。で、利益が出るためにはですね、利益の出るような仕事をしなければダメです。ね。で、これはですね、あの、 仕事を、給料が上がるっていうことは、簿記会計上利益が出るような仕事をして、その上で利益が出て、お給料が増えるっていう順番になるんですよね。何が何でも、つまり簿記会計上の利益が出てる仕事かどうかっていうことをですね、認識している労働者っていうのはですね、100人に1人いたらいい方です。はい。つまり簿記会計上の利益、自分の仕事は簿記会計上として利益が出ているのかなっていうふうに、 しっかり考えられている人。で、そしてそれがいくらか概算でもいいから計算できる人。で、そしてそれが一人よがりではなくて、経営者とかと、あの、経営者のね、自分の勤めてる会社の、あの、相関上元帳、決算書などとチェックして、合わせて、確かにズレがないとチェックができる人。この中どうあれ何人いますかいたらすごいですよ。それは。ね。うん、1000人に1人いたらすごいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ね。 ってことは皆さん真面目に仕事はしてるかもしれないんだけども、自分の仕事が募金会計上利益を出していて、しかもそれがね、利益出てますよっていうのが一人よがりじゃなくって、会社の損益計算書、対借対象表と比較して、どれぐらいなのか、あるいは中小企業だからそれが見せてもらえないっていうのであれば、中小企業白書や財務省のデータとかと付き合わせ、大体どれぐらいなのか、ちゃんとチェックしてる人っていうのは、 ほとんどいないわけです。ほとんどいないのに給料を安い。仕事に対して対価が少ない。っていうふうに。なぜ言えるのか。これかなり不思議ですよね。だって、あの、野球のルールも知らない。かつ、えー、野球の点数の付け方もわかんない。さらに言うと、スコアボードも見ない。点数表も見ない。だけども、とりあえず、バッターボックスに立って、ふんふん ふんって言って、俺はたくさんホームランを打つのはずだとかって切れてるね。バッターいたらね。いや、そ、そりゃ頭おかしいんじゃないかっていうふうに思うでしょ。でも、あの、一生懸命私なりに働いてるんですっていうふうに言って、給料が上がらない消しからんっていうふうに言ってる人って、同じなんですよ。簿記会計の知識がなかったら。らこれはね、あの、簿記会計の、あの、知識を知らないということは相当危険なことであると。 いうふうに、ちょっとこれね、認識を改めてほしいなというふうに思うんですよね。まあそうは言ってもですね、日本っていうのはさっきも言いましたけども、あの国の都合。でそして、えー、なぜか募気会計の知識っていうのを自分としても覚えようとしないっていうね、理由があって、まあ日本人ほとんど知識がないです。ね。ゆえに、皆さんはしっかりと知識をね、持つとどうなるのかっていうとですね、その中で抜きんでることができますから。ね。 まあ、サラリーマンのままでも出世はしやすくなるでしょうし、えー、経営者だったら売り上げを上げやすくなるでしょうね。で、これね、知り合いの税理士が言ってすっごい面白いんだけども、<laughs> まあ、税理士事務所でね、何十人か宿っていると。で、えー、自分の、そのね、税理士さんがね、自分のさ、あの、ボーナスってどれぐらいが妥当だと思うっていうふうに言ったら、まあ、だいたい2ヶ月ぐらいですかねっていうふうにじ、職員さんが言ったんだって、その税理士事務所に勤めてる職員さんですよ。ね。 で、それなんで2ヶ月なのっていうふうに言ったら、うーん、まあ、うん、そんなもんじゃないんですかっていうふうに言ったのおいーって感じだよね。税務会計事務所に勤めてる職員ですらそんなレベルの人がいるんですよ。ね。だから、あの、どれだけ日本人っていうのがそういう意識に乏しいかっていうことがわかりますよね。だからそんな中で、もし、しっかり、あの、簿記会計っていう知識を身につけることができれば、これはかなり皆さんにとって武器になりますよね。 あのー、ほとんどの人が道路交通法を知らない、まあ、そうなのさっき野球の例えを言ったから、野球のルールも知らないで、ブン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 バッと振り回してるだけの中で、きちんと野球のルールを勉強して、あ、こっちに行けばいいんだ、こうやって打ったら点数入るんだ、こうやったらアウトなんだっていうのが分かっていたら、それは費用対効果いいと思いますよ。 だけども、あの、重要なポイントはですね、経済っていうのは非常に動的な現象なんですよね。すべてを、あの、継続、あの、書き連ねるということは、これ不可能なことなので、えー、でも、普通に募記会計を勉強してしまうと、ただ、一そのすっごい動いてる経済を一部切り取っただけのやつに真実が隠されているっていうふうに誤解してしまうんですよね。まあ確かにその一瞬切り取った意味では真実だけども、一郎がさ、このホームランをね、 打つ。あるいはヒットを打つ。この、まあ、ブンって振る瞬間の一部分を切って、ワンフレームだけ見て、これでホームラン打てるっていうふうに思ったら、いや、それはちょっとおかしいじゃんっていうふうに思うでしょ。だから、あの、会計の知識があったとしても、その切り取った部分を真実だって誤解してる人がすごく多いです。なので、この動的に動く状態の中の一部分を切り取ったに過ぎない。でも、その切り取ったものに、えー、をきちんと学ぶ必要がある。 で、そしてそれの連続体をしっかり見るっていう知識を得るとですね、これはものすごく大事な知識になると私は思います。なので、それを踏まえた上で、安富さんのこの複雑さを生きるための考え方をね、あの、複雑さを生きるの、この私が今、物刊しているこの本なんですけども、しっかりとこのまず、あの、読んでいただいて、 で,で、その上で、あの、複雑さを生きるための簿記会計の動画をね、ちょっと一部だけ公開するので見てほしいなというふうに思います。まあ、何度も公開してるやつなので、ね、この部分はもう知ってるよって思うかもしれませんけども、そうは言わず、何回見ても気づきはあると思うので、ぜひチェックしてほしいなと思います。それでは、スタート。ついに撮りました。あの、はい、複雑さを生きるための簿記会計。ね。えー、これに関してなんですけども、まあ、やっぱりね、資本主義の中で生きていくためにはですね、 まあ、募金会計というのは、まあ、これまた必須ではあるんですよね。うん、で、これをちゃんと理解している人というのはですね、実は税理士や会計士さんの中でも少ないというふうに私は思っています。で、まず、あ、あ,<ー>あの、今回のね、あの、概念として理解してほしいのは、日々使っているお金っていうのが、この資本主義の中でどういうふうに帳簿として記録されているのか。うん、これをリアルタイムでね、 一回きちんとこの100円はもらった、払った、買った、売ったとかね、あるいは、えー、ともらっただけとかっていう状況。でも借りたとかね。物が増えたとかっていうのが、どういうふうに帳簿として資本主義で登録されていっているのかっていうのを、まずこれ理解しないとダメだと思うんですよね。うん、でこれはしっかり理解することで、自分が資本主義の中で置かれている状況っていうのがきちんと分かってきます。 で、多くの人はね、お金持ちとか貧乏、貧しい、豊かっていうのをね、まあ、このルールをね、分かってない状態でやっていますから、えー、感覚なんですよで。それではやっぱりそこから抜け出せないので、安富さんにきちんと、そこをですね、すんごい細かく話をします。あー、もう終わり。いや、後でちゃんとまだ、あの、無料公開部分続きますよ。で、これね、あの、きちんと細かくっていうふうに、こう言われたじゃないですか。ね。 で、これ、すごく大事なポイントなんですよね。あの、ざっくりしてるでしょほとんどの人。まあ、ほとんど労働者やってるとですね、ほとんどの人は、なんか、釣り線が合ってるかどうかぐらいしか、会計って気にしないんじゃないですかね。ね。日々の部分って。でも、例えばですよ。ね。皆さんがえ、お給料をもらいました。で、ここでものすごい会計複雑な動きしています。すでに。それを意識していなかったら、これはもう、あの、資本主義のルールの中で負けてしまう。 ね。で、えーまあ、税金がね、あってですね。で、そして、えー、次にですね、会社の会計があって、で、そして税金抜かれて、そして手取りが入ってくるわけじゃないですか。ね。で、そこの段階でどういうふうに、まあ、あの、会計のルールに則っ,ってお金が動いているか。これ体感することすごい大事なんですよ。ね。でも、もうすごいややこしいです。でも、一回覚えてしまえば、 それは、さっくりわかることなので、ま、そこの部分をですね、ものすごいしっかり、あの、書いて、あの、動画で撮ったんですよね。で、そこの部分の一部をですね、せっかくなんで公開したいなというふうには思っているんですけど、ま、全部公開するとですね、2時間以上あるので、えもう本当にちょっとだけになるんですけど、すごく大事なポイントなんですよね。で、会計のルールっていうのはですね、ものすごく動的に動いているこの経済、ま、ふざそういキルを買ってくれた人には、あの、わかると思うんですけど、 あれくださうキロ俺動こいたっあった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 ね。あの、これを買ってくださった方にはわかるんですけども、そもそもですね、人間が何かを選択するということですらですね、無限このルールが存在する。も、ま、う、あ、そんなもん全部計測したら不可能なわけですよ。ね。ってことは、重要なポイント。ね。全部計測できないってことはですね、一部を切り取って、会計という、経済現象というものの一部を切り取って、会計に帳簿として乗っけてるだけに過ぎないんですね。つまり、 会計を全部学べば全て理解できるなんていうのは、これはまず嘘っていう <laughs> ね、あの、こえーなんでっていうふうに思うかもしれないけど、実は嘘なんですよ。でもこれすごく大事なんですよね。あの、会計が分かれば全て経済が分かるなんていうふうに思っているのは、これ不可能。これ無理なんですよ。で、これ会計を覚えたての人あるあるなんですよね。えー、法律とかも言ってますよね。法律をきちんと理解すれば、社会が全部運営できるなんて思ってる、こんな、そんなわけないだろうと。 ね。言語ができない文化とか慣習とかを全部法律的直々にした、そんな社会多分行き詰まって死んでしまいます。で、同じように経済の流れも全て計測できるわけではない。しかし、それでもちゃんと学んでおく人がいると、その嘘みたいなルールをね。なんでかというと、それがものすごいパワーを持ってしまってるから。これをしっかりと理解しておくことっていうのはすごく大事で、っていうことはね、 ルールに基づいて動いてるわけ。でね、金融とか投資家とかね、もうちゃんとできてる人になってたら、そんなもうルールに過ぎないって分かってるわけよ。でも、ルールに過ぎない、自,分自らが生み出す価値とかね、えー、ものっていうのをどういうルールに当てはめていけばで、そしてそのルールの中でどう勝っていけば、それをちゃんと理解すれば、これはビジネスとして成功するなとか、豊かになっていくなっていうことが分かるわけなんですよ。ね。で、あるいは、 あの、社会を批判する、政治を批判するっていう、もっと言うと、自分自身の、その、お小遣いへそくり増やすためにはどうすればいいか、そういうのも含めて、感覚ではなくって、こういう部分までしっかりと理解しておくこと。だから、対借対象表とかね、まあ、あの、わからない人は、あの、ちゃんと動画の中で説明するんですけども、あの、こういう部分、対借対象表、損益計算書とかっていうのを、しっかりと理解しておくことっていうのが、この資本主義のルールの中で生き延びていくことっていう意味では、すごく大事なんです。 じゃあちょっとですね、せっかくなんで、そのプロセスをですね、少し公開いたします。はい。それでは、ついに始まります。生きるための簿記会計シリーズでございます。はい、はいえー。今日はですね、安富さんお手製のパワーポイントを元にやるというですね、いやー、うん、なかなかこれはもう、特別感満載な感じがしていいですね。じゃあ、あの、今日は生きるための簿記会計ということで、話を進めていきたいと思います。はい,はい、はい。じゃあ、いきなり出てきた、資本論第2回。はい まあ、あのこの時点で結構苦しい人が多い、まあ <laughs> ので、すけどでも、ね、これを押さえとかんとね、うん、じゃあ、ここを綿密にいきましょう。あのー、まずだから、お金というのは、うん、それ自体では何も生み出さないんですよね、はい、いきなりマルクスかよーっていうふうに思ったかもしれないんですけども、あのすごく大事な。 ポイントで、当然、ちゃんと、あの、有料の方ではですね、この表を使って、どういうふうなものなのかっていうことをきちんと説明をね、こうしていきます。で、まずね、簿記会計の、その BSPL っていうこの細かい現象の前に、この資本、経済っていうのはですね、どういうふうに動いていくのかっていうことをですね、 きちんと、このマルクス資本論を使ってですね、えー、考えていくっていうことが重要なんですよね。あの、資本論っていうのはですね、あの、ブルジョの豚をだ打倒せよと、ね。あの、そういうあの本だというふうに、要するに共産主義革命の本だというふうに思われているかもしれないんですけど、そうではなくて、資本にも、その名の通りですよね、資本論なので、えー、その名の通り、資本の運動、資本とは何なのか、 これについて説明をしている動画です。で、まずこの大枠をちゃんと理解した上で、細かいところに入っていくっていう、そういう流れになっているんですよね。で、まあ、この資本論っていうのはですね、すでに無料でね、あの、安冨教授と私が取った、 えー、マジシリーズ。マジ抗議シリーズっていう中でですね。どうして資本主義社会っていうのは生まれてきたのか。そしてなぜ国民国家システムというのがあるのか。まあナポレオの時代からね。で、そしてどうして、えー、資本主義というのが生まれてきたのか。その資本の運動とは何なのかっていう大枠を説明してる動画。これね、無料で公開してます。それだけ7時間ぐらいありますけども、興味がある人はですね、このリンク欄貼っときますので、えー、見ていただけるととても嬉しいなというふうに思います。あのー、お金持ちになりたいとかね、会計 を理解したいいってうう人とか、まあ、何ででもそうですけどね例えばプログラミングでもそうですよ言,言語でもいい何かを一つ学びたいっていうふうに言った時にそのものの概念あそして歴史でそれが変化してきたかこういうのを理解せずにですね えー、末端だけ覚えようとする。例えば、プログラミングっていうのは、まあ、バートランド・ラッセスとかね、あるいは、ライプニッツとか、まあ、他にもいろんなチューニングとか、まあ、いろんな人、いろんな手伝い、まあ、遡っていくデカルトとかまで、ちゃんと分かって、あ、こういうものの中で C 言語ってあるんだとか、<laughs> <laughs> PHP ってあるんだとかっていうふうに理解しないと、なかなか分からないんですよね。まあ、それでもなんとなくできちゃうから、これ問題なんですけども、でも、 とっても大事な、あの、ことなんですよ。で、会計とか、皆さんがやっているビジネスとかも、すごいお金大事でしょ。ね。お金ってなんでっていうところまで含めて、理解しないとこう、ダメなんですよね。でもそれ全部喋ってるとすごく長くなるので、今回は資本論って。で、これがね、あの、ちょっと躊躇する人がいたとしても、ちゃんとこの表を元に、しっかりと説明をしていきますから、分かりやすい構成になっています。で、お金、 一万円札ばっかり家に膨大にあって、閉じ込められたらどうなります、うんうん、まあ不幸な人だし、餓死 <laughs> しますね。<laughs> だから、とりあえずお金はです、ね、何かに変えないといけないですね。そうですね。うん、で、でもそのお金を何かに変えるためには、うん、まあ食べるとかっていう目的がいるじゃないですか、はいで。その場合はですね、実はだからその前があって、うん 常にこのことに返ってきますので、覚えておいてください。では次は2枚目の。はい、2枚目に行きます。はい、いや、21世紀の抗議形式だな、本当にもう、<laughs> もう、まさにコロナ時代に適応って感じですけど。あ出てきた、中世イタリア複式墓地成立の白頭消防に我々が、ね、あが伝統をした結果、<laughs> キンドル版が出るらしいです。出るのかな、うんはい。これでもこれで、これでさ、でさ、うん。 あの、この、このビデオを流したら。うん、えっと。マジで千冊ぐらい売れるんちゃう?うん。売れると思うよ。で、これでこっ。で、まあ、実はこれの、これ一回一円ったら、すごいシンプルなんですよ。うんうん、貨幣から始まって、商品に変えて、貨幣で終わりっていうのは、すごいシンプルなんですね。はいうん、これぐるぐる回り出した話がややこしくなり。うんうん でこの工業経営に行くともう、まあ、頭が大混乱に陥るっていうのが会計のポイントなんです <laughs> はい。えー、ね。パワーポイント、これがですね、90分くらい有料版ついていますので、ぜ、ま、ひ、あ、見てほしいなというふうには思うんですけども、まあ、この複雑さを生きるはね、えー、販売中ですので、10月5日まででしたらそれがどうおまけでついていきます。はい。10月5日、えー、6日以降はですね、別売りになります。まあ、最後にちょっと安冨さんの言葉を聞いていただいて、今日はおしまいにしたいというふうに思います。 まあ、そんなわけでですね、あの、複雑さを生きるための募金会計、えー、についてはですね、本当に重要であるというふうに思っているんですけども、やっぱり一番重要なのはですね、安住さんと前回も話をしましたけども、えー、道路、ど、運転をするんであれば、ね、うん、あの、道路交通法ぐらいしとこうよと、これに尽きると思います。募気、ええうん、会計。見て、どっち、右と左どっち走っていいのかだけは知ってほしい。<laughs> そうや、ね、赤信号では止まりましょうとかね赤い色は止まらんといかんぐらいは知ってそう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 、本当にいやー、でも、お給料を増やしたいとか貯金を増やしたいとかっていうふうに思って、募金会計の知識がないっていう人は、ですね冗談抜きで、うんえー、道路交通法を知らずに運転してるようなもんですよまあそれは歩いてるぐらいよね。ね、歩いてる方うねあ、歩いてる人ね、社長がやばい。 社長がやっぱり。あ、でも。社長がやばい。福田さん生きるための募金会計、何人か社長買ってます。<laughs> あれ、はい、そして、えっと社。社長が募金会計知らんで会社経営するとさ、はい。ガチで死人が出るじゃないですか。いや、もう大変なことになりますよ、ほんとに。ほんまやめてほしいやめてほしいで、ね。あの、まあこれ、どういうことかっていうとですね、あの、募金会計何も分からずに私は、 やっていましたと。今回の件でお勉強したいと思いますっていうふうな人がですね、何人かいました。お申し込みいただいた方が。はい。<laughs> はあい大変,大変あ,のありがたいというふうに私は思います。本当に。それを思うとちょっとなんか足らんかったかな。<laughs> 足らんかった何が何が, <laughs> 何が,何が大丈夫ですかも,も,もっと詳しくいろいろちゃんとお話ししないといけなかったかない,いや、正直そう思いますよ。かなり高度でした。はい。なので、<ー>私が今思ってる特典、すでにバージョンアップはですね、 あの、例えば平田さんとか、そういう人たちに、私と安田さんが喋った部分をですね、聞いてもらって、わからないところを10個上げてもらって、で、それについて改めて語るっていう。なるほど。皆さんが購入する前にすでにバージョンアップが <laughs> 考えられているという <laughs>。そっちか。うん、そっちそっち。いやー、私は長期負債とさ、うん、長期資,資産の比率とかをちゃんと考えていかんよとかさ。ああ、それね。うんうん、うん。売上高に対して、そのね、うん あの、買いかけ金やった、売りかけ金が増えすぎるってのはどういう意味を持ってるかとか。うん。そういう話をバージョンアップしようともらうと違いましたねで。そ、そこは、そこまで細かい話は、ちょっと私は突き放しておきます。それぐらいの本読んで勉強しろ。<笑><笑>自分で勉強しろっ、ね、それ、その考え方 <laughs> それはさすがに安富さんが語らなくても、ビジネス書を読めよ書いてあります、そこは。書いてあるんす書いてある。ね、そうじゃなくて、こう。ああ、でそれがわかるようになるための、 筋肉の方をつけないとね。そう,そう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 。で、今回のは、あの、いわゆるですね、例えばマルクスの商業経営とか工業経営の部分の、うん、あの指揮が出てきましたよね。あれとかに、うん、え、簿記会計の概念を入れるとどういう風になっていくのかとか、そういう、もう本当に大枠。 長期負債に対しての資金とか、売上に対する利下金とか、それぐらいは普通のビジネス資料に載ってるから、<laughs> 安富さんの時間を取るものではないああ、かりました、はい。あでも、それもやっぱりこ,この流れで話をするとです、ね、すごい入りやすいんです、うんまあ、確かにそうですね、ああ、確かにそうかもしれない、ちょっと俺、スパルタスとかもですよ。しれないな。うん、あれね、うん、あれだけ読んでもね、うん、はあ、みたいな感じなんですけど、あ、確かにそうなるわ。 このダイナミックなことをイメージしながら考えるとね、あ確かにやばいなみたいなリアリティが発生してくるんですけど、うん、確かにそうだわ。次にその、じゃあ、労働者の人の方が多いと思うんですけども、労働者の人に向けて、自分自身の給料を上げたいなとか、ね、貯金を増やしたいなとかっていう人に向けても、これは十分活用できる。本当そうですよ、うん、住宅ローン借りるってどういうことかとか、ね、うんうん、意味分かってへんからね。うううんうん、うん これはあのすごくいいと思うんですよね。返せなくなったら、くそんなことないから <laughs>。いや、でもまず、簿記会計上の儲けを出さなかったら、あのー、<ー>給料は絶対増えない。はい、うん、これは絶対。とにかく、その簿記会計上のことを知りながらサラリーマンをすると、そうじゃないのでは、うん、もうゲームのね、うん、あり方が変わってきますよ、ね。いや、もう絶対そうですよ。 本当に<ー>、ね、それ、簿記会計のことイメージしないで仕事してたらさ、うん、基本はだから、の根性ゲームとか靴なめゲームとか、はい、そっちに行きます。そっちしかないよね。うん、<laughs> それはやめたほうがいいね。まあなんでね、あのー、サラリーマンの人も、まあ主婦の人でもいいよ。 ね、あの、うん、労働者だけじゃなくて経営者も含めて、まあ、募金会計全く知らない人が多いので、その中できちんと知っておくっていうのはですね、もの、うん、すごくこれはいいことなので、まあ、興味があるのはですね、この最初の方に説明した複雑さを生きるという考え方、計画自体がダメよっていうことと、じゃあその動的に変化している、この社会とかの状況に対して、経済でどういうふうに対応していけばいいかっていうことがもし、 学びたければ、ぜひ買ってほしいなと、6月の5日までの入金分に関しては、この複雑さを生きるを買っていただければ、その動画がおまけでついてきます。えー、つまり3万4千円のこの本なんですけども、この複雑さを生きるための募金会計自体を3万円以上で売ろうと思ってますから、 6月の5日までであれば、6万4000円が3万4000円という形になっています。本来キャンペーン期間をこんなに伸ばすことは私ないんですけども、あまりにもちょっと申し込みがあったので、えー、ちょっとだけ伸ばしてみることにしました。6月5日以降は絶対に伸ばしません。はい。まあそんなわけで安富さん本日もありがとうございました。はい、どうもどうも。